地震から1ヶ月が経ちまして、はいはい、この活動がいつ収まるのかっていうのが非常に気になるところなんですが、その点についてはいかがですか。はい、これはね非常に難しい問題で、ね、はっきりとお答えできないんですけども、うん、今回の地震の特徴の一つとして、うん、群発地震活動というふうに言葉を言うんですけども、はい、普通 の, 大きな地震が起こった後は、小さい地震が余震としてだんだん減っていくんですけどね、うん、はい、ところが今回の地震活動は群発地震というのは、うん、有感になるかならないかくなる地震が一番多く発生していると、うんうん、でこういう活動は、今までの私の観測の経験があると、だいたい1ヶ月から数ヶ月続くというのがあって、でその活動はかなりいろんな地域に波及していくということがあるんです。で、その一つが、皆さんも記憶にあると思うんですけども、1975年に1月に古城の北の方ですね、はい、あそこで発生したマグニチュード 6.1 というのが発生したんですね、その後2月3月と余震活動が続いたって、余震活動が収まったと思ったら、今度4月になって、大分県北部地震とは、同じような規模の大きさの地震が発生して、そういうことを考えると、やっぱり数ヶ月間はやっぱり考えておかなきゃいけないかなというふうに思う。でこれだけ何回の大きな地震で揺されて、今は家は持ってるかもしれないけども、はい、次の地震でやられちゃうということも考えられるのでね、そういうことはやっぱり警戒しなきゃいけない。今回の地震とその阿蘇火山の関連性っていうのは何かありますか。それも非常に難しい質問でね、これだけ大きな地震活動があったんだから、マグマのところに影響を与えて、阿蘇山が活発化してもおかしくないというふうに考えるのは、私もそう思います、だけども一見今1ヶ月経ったところでも、阿蘇山は非常に静かな状態が非常に続いてるんですけども、だけども地震計で観測限り、連続火山性微動という振幅は、静穏の時期と比べたら、それなりの大きな振幅で推移していると、阿蘇山の活動はまだ要注意の段階であります。いろんな阿蘇の歴史を見ていくと、地震活動とそれから火山活動というのはかなり密接に関係あるということがあります、だからこの今回の地震を広い意味で見たときに、あと私たち2010年から2015年に阿蘇の噴火活動を経験したわけですね、それが阿蘇地震の前兆かもしれないというふうに捉えられるかもしれないと、そういうことも可能性があるんでね、だけど今一番気をつけなきゃいけないのは、結局これだけの活動をやったのになぜ阿蘇が静かであるかということは、これは大きな研究テーマですね、これから、梅雨の時期を迎えますね、特に雨との関連性についてはいかがですか。これはね、カルデラは9万年前に今の形が出来上がったと言われていますけど、その当時のカルデラはまだ今よりも一回りも二回りも小さかったと、でそれがだんだん拡大していって、それはなぜそうなったかということを考えると、結局崖崩れを繰り返ししてきた、で今の阿蘇のカルデラの大きな形になったわけです。でだからそれを考えると、同じようなことがまた起こるかもしれないと、だから数年前に起こった現象は、やっぱり今回はもっと地盤が緩んだ状態になってますから、もっと少量の雨で起こるかもしれないと、そういうことで、結局カルデラの縁が崩れてだんだん阿蘇のカルデラが拡大してきたという歴史があるんでね、その阿蘇の中に住んでいる方々たちはやっぱりそういうことをやっぱ頭の中の隅にちょっと入れておいてほしいと、そういう崖崩れでいうことは非常に考えなきゃいけない。特に今回はカルデラの縁のところにはもうかなり亀裂が走ってるね、それで雨の影響でその亀裂を介して崖崩れが起こるということは十分考えられるので、そういうことはやっぱりちょっと気をつけていかなきゃ、これは地震とは地震という現象とまた別に考えておかなきゃいけないとは思います、じゃあこれから雨の降り方だったり、いろんな情報に注意しながら、私たちは避難をしたりすることが重要ということですね。